ナンクラです。今日はですね、うまくいってるものは、徹底的に伸ばそうみたいな話をしたいなというふうに思います。これの話をね、したいなと思った理由は、いくつかあるんですけれども、一つは、コンサルとかしてるとですね、意外とこう、うまくいってることをやめようとする人がいるんですよね。そもそもこううまくいき始めて、それなりに数字が出てきたことだったりとかするのを、違うことをやり始めたりとか、違う方向に行きたかったりとかする人が意外といるっていうのを、何回もというか、ここでもう数年にあたっていろんな人のアドバイスしてると、そういうことが起きると。だから結構よく言われてるのは、うまくいってる社長とかにね、は、余計なことやらすなみたいな、そういうアドバイスした方がいいんじゃないのみたいな話があったりとかもするわけですよね。で、これって何なのかなと思うと、やっぱり現状維持メカニズムだと思うんですよね。僕がね、一緒に本を作らせてもらった石井博之さんの心のブレーキの外し方って本がありますけども、そこに、詳しく現状維持メカニズムについて書いてありますが、まさにね、その部分がすごく重要だなと思ってます。どういうことかっていうと、やっぱりその人間っていうのはもう現状を変えたくないんですよね。例えばじゃあ現状こううまくいってるじゃないですか。で、それなりの数字が出てるとすると、この数字をキープしたがるわけですよ。もっといくのにこの数字をキープしたがる。そうすると何が起きるかというと、無意識下においてこれをやめたりとか、ね、するわけですよね。で、もしかしたらこれやめちゃうと違う、下に行っちゃうかもしれないわけですよね。でも下に行くとまた、このね、また元の部分には戻ってくるのかもしれないけれどっていうのはあるんだけれども、基本的に俺たちが気をつけなきゃいけないのは、無意識とかっていうのは、無意識とかね、潜在意識って言われるものは、俺は基本的には現状を維持させるもの、で、もしくは悪い方に引っ張っていくものと思ってるわけ。で、なんでかっていうと、時代は変化してって、世の中がどんどん進んでるってことはね、何が起きるかっていうと、現状維持ってことは、基本的に下がっていっちゃうわけだよね。世の中っていうのはどんどんレベルが上がっていったりとかするのと同じように、スポーツの世界がね、どんどんレベル上がっていくから、同じままだと全然上に行けないのとは同じかもしれないけれども、基本的にそうなってるわけ。どん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 いい方、いい方に変化していくし、うまくいく方、いく方に変化するようになってるわけじゃん、当然。ね、そのそこでいろんな競争が起きるわけだから。ね、そんな中で、現状維持っていうのは、どっちかっていうと悪い方に引き戻すという、圧力と思ってもいいと思うんでね、そういう力と思ってもいいんだけど、で、基本的に俺たちっていうのはそういう考え方だと思うわけですよ。だから何が起きるかっていうと、悪い方にね、意識がいってしまう。だからこれも結構科学的に証明されてるみたいなんだけど、今日ちょうどね、スタンフォードオンラインハイスクールの星校長のオンラインサロンのね、収録とかもさ、してたんだけど、その中で取り上げてくれた本の中にね、そういうことも書いてあったっていう話をね、聞いて、まさにそうだなと思ったわけ。人間っていうのは悪いものの方に引っ張られやすいと。例えば、4回いいことがあって1回悪いことがあったとしても、その1回の悪い方に引っ張られてしまうみたいな話があったりとかして、ぜひね、本当にこの星校長のオンラインサロンは俺マジ勉強になってて、自分でやっててもすごい楽しんでね、もし機会があったら皆さん入ってもらいたいなと思ってるんですけども、こういうのもすごく重要なんだよね。これって何かっていうと、今日の話のね、つながりで言うとさ、結局自分よりはるかにレベルの高い、知的レベルの高い人がどんどん話を聞いていくと、現状に戻されるってことがあんまりないんだよ。だってどんどん引っ張り上げてもらえる感じだから。だから俺とかはすごくその環境っていうのを重視してるんだよね。結局普通に生きてて今まで通りの人間関係とか自分と同じようなレベルの人たちとずっと居続ける限り現状にね引っ張る力の方が強くなっちゃうわけ。でも俺とかみたいに俺はこう仕事柄ねこうすごい人と会う、もう本当に尊敬できる人たち、もっと頭のいい人たちと、知識がある人たちといっぱい会う機会があるじゃない。そうするとずっとこう常にどっちかっていうとこう上に引っ張られる圧力の方が強いわけだから、俺的にはどんどんねこう戻す力っていうのがあったとしても引っ張り上げてくれる人たちが周りにいっぱいいるからそんなに戻されないで済むっていうのがあるわけ。でも最初にね話した通り多くの人っていうのはやっぱり現状に引っ張り戻される。ただ現状に引っ張り戻されるってことはイコール下に下がるってことだからマイナスの方にね負荷がかかるんだよっていうのをまず覚えておくことが重要ってこと。だから普通に考えてても必ず俺たちっていうのは現状以上望んでしまうってこと。だからそのために何をやればいいかっていうと結局自分より上の人たちとどれだけ関われるかどうか、自分よりすごいと思われる人、もう知識がある人、頭がいい人、もうトリック何でもいいんだよ。自分よりも経験がある人でも何でもいいから自分よりとにかく全てにおいて上の人に接触し続ける必要が俺はあるなと思ってて、それが俺が言う環境の力だと思ってるわけよ。普通に生きてたら今の環境って変わらないわけで、人間関係も変わらないわけじゃん。でも俺の場合はそういう形でねいろんな人と仕事させてもらってるっていうのはやっぱり自分のね
を引っ張り上げてもらえるっていうのもあるし、でもっと言うと自分がそういう風な恩恵を受けてるからこそ、その恩恵を多くの人、より多くの人に伝えたいと思って、まあ、本のプロデュースをさせてもらったりとか、それこそオンラインサロンのプロデュースなんかもさせてもらってるっていうことなんだよね。うん、だからもう本当に今日ね、皆さんに伝えたいのは何かっていうと、もううまくいってる人でさえ、現状維持もしくはね、あのネガティブというか後退する方に俺たちは無意識で行くわけよ。まあ怖いんだろうね、新しい領域に行くのが怖いんだよ俺たちってのは。多分だから現状維持するんだよ。だから新しいことやろうとすると俺たちって恐怖だったりとか不安がねよぎるわけじゃん。でよくその話も知ってるよね、まあ、俺はよくそのね、不安っていうのは脳が新しいところに行きたくないと、そのために俺たちを現状維持させるために引き起こす感情であって、ね、あくまでもそれが何て言うの正解でも何でもないし、だから不安のほとんどは幻想だなんて言い方もあるじゃない。俺はまさにそうだなというふうに思ってるわけよ。という意味でね、そのことを、まあ、知っておくことが重要ということで、それを踏まえた上で自分がどういう行動を取るのかっていうのがすごく重要なんだよということで、まあ、今日の話は終わりにしたいなというふうに思いますが、引き続きですね、チャンネル登録お願いしたいなと思いますし、メルマガ、LINE でもですね、プレゼント差し上げてますんで、こちらの登録してくれると、まあ、いろんなお知らせがいくと思いますが、楽しみにしてもらえればなと思います。おかげさまでですね、俺のね、今回の本、時間編集術ですかね、時間編集術なんかも、ベストセラーになってます。おかげさまで。もうかなりのね、これ、こちら。時間編集室、ベストセラーになってますんで、こちらをまだ買ってない人がいたら、ぜひね、購入していただければなと思います。ということで、また次回お会いしましょう。